皆さんこんこにちは、えー、今ご紹介いただきましたけども私人文学類長の三宅豊と申します。えー、今日はですね、まあ、東京の方は、えー、桜も満開で、えー、まさに春らんというところですけれども、えーまあ、春の進学説明会ということで人文学類についてお話をさせていただきますよろししくお願い,いたします。 でまずですねあの筑波大学全体の特徴ということになりますけれども筑波大学では学軍という組織それからその下にあります学類という組織からまあ成り立っていますで私たち人文学類に関係するところでいきますと学軍ということでは人文文化学軍の中に入っていると。 でこの学群の中には3つ学類があって比較文化学類それから日本語日本,文化日本文化学類とともに今人文学類3つで構成されております。で学群学類、まあ、最近他の大学でもそのような名前を使っているようなところがありますけれどもちょっと馴染みが少ない薄いかなというふうにも思います。 でただ、それほど難しいことではなくてですね他大学でいう学部にほぼ相当するものが学軍学科にほぼ相当するものを学類というふうに理解をしていただければと思います。でまあ、規模を噛んでいくとですね1学年の定員というのは人文学類は120名と。 いうことで、えー、っと我々教員のスタッフはですね、まあ50名前後というまあそれぐらいの規模の組織ということになります。で、その人文学類でですね、まあ学べること、これはちょっと後ほどもう少し詳しく説明していただきますが、四つの主専攻というふうにまあいわゆる四つのまあ四本柱がから成り立っています。で、哲学主専攻、考古学民族学主専攻。 私学主選考言語学主選考の4つで、まあ、あの高校の教科と対象させると、まあ、ここに挙げたようなものに大体相当するだろうということです。でこの主選考の中にはですねさらに「コース」と呼ばれる、まあ、細かい区分があるんですけれども、まあ、これについては後ほど説明をしていただきたいと思います。 でこのです、ね、私たち人文学類の教育の特徴ということでいくとひ、えーまあ、一言で言うのはなかなか難しいんですが、まあ、あの1年から2年3年4年とこう積み上げていく、まあ、最初1年生では基礎を学んで,で徐々に専門性を高めて で最終的に4年生で,です、ね、その成果を卒業論文という形でまとめてもらって、まあ、あの卒業する頃にはです、ねえー、それぞれが専攻する分野のひとかどの、まあ、プロフェッショナルと呼べるような、えー、存在になってほしい、まあ、そうなるようにということで私たちはあの教育を進めております。 でそれで、まあ、あの4つ主選考があって11のコースがその中にはありますで、まああのステップを踏んで,です、ね、順に教育を受けていって徐々にいろいろなことを応用できるまでにしていただくという形になっています。 でえー、具体的には、まあ、1年2年は特にそのコースにまだ所属しない形で、えー、授業を取ってもらいますけれども、えーまあ、2年生から3年生になるところで、えー、主専攻並びにコースというものの所属を決めてもらって。 でまあ、そのさまざまな専門的な演習の授業っていうのがあるんですけれどもそこで専門性を高めて卒業論文につなげてもらっていくという形をとっております。でそのような話をですねまあいきなりされても理解するのは難しいところがあるかもしれません。でまあ特にですねこの人文学類のことについて詳しく知りたいでちょっと資料として手元に置いておきたい。 いう場合はですねここに挙げました人文学類案内というのがありまして最新版が2021年のものですで、これはですね先ほど説明したコースの内容であるとかどんな教員がいるのかというようなことの紹介もありますので一番詳しい広報誌ということになりますのでぜひ一度 見てみてみくださいでどこで手に入るのかというとこれは大学のホームページに入っていただいてでそこにパンフレットのダウンロードのページというのがありますのでそこまでたどり着くと人文学類案内をダウンロードすることができますので、まあ、ぜひ機会がありましたらこれをご覧いただきたいと思います。それで、まあ、人文学類に入って卒業をしたと でその後先輩たちはですね一体どこにでどんなふうに活躍しているのかそれも気になるところだろうと思います。で例えばですね人文学類で学んだことその専門性をもう少し追求したいという場合には大学院へ進学するというケースが考えられます。 もちろん筑波大学でも大学院ありますし、えー、他の大学の大学院を選んでいく人たちもおります。えーまあ、専門性をこう生かしたい、えー、という場合はです、ねまあ、この大学院というのが1つへ、えー、の進学というのが1つの選択肢になってきます。 でそれから在学中にです、ね、いろいろ資格を取ってでそれでまあ専門性を生かしたいというようなケースは、まあ、これは想定できるのは教員であるとか博物館で働く学芸員とといいうようよなことだと思いますで、まあ、実際にこういう道に進む先輩もおります。 でそれからまあもちろんです、ね、その一般の公務員であるとか、えー、普通の企業に就職するというケースも多いということですので、まあ、いろいろな進路についてですねいろいろ選択肢はあるということです。でまあ、ちょっと具体的なデータで示すと,ということですがこれは令和元年度のに卒業した皆さんの先輩,の、まあ、先輩になるだろうと。 この年は一般の企業へ就職した人たちが6割近くいてで公務員それから進学などあと教員の方はですねちょっと採用試験というのが難しいところもあったりするので数は多くありませんけれどもこのような 割合になっていますでそれでまあどんなものが取れるのかということでいきますと教科は国語社会ですねこれは中学校であと国語の場合は中高ですけどもであと高校になると地歴それから公民 であと英語は中学高校ですねこのような教科の教職を取るの免許を取ることができますでそれから博物館などで活躍したいという場合は学芸員の資格を必要にやる、まあ、それも取ることができるということです。 で私の方からのお話は以上になります。でこれは何年か前の新入生のと一緒に撮った写真ですけれども、えーまあ、あの今、人文学類で学んでいる先輩たちになります。えーまあ、あのみんなお待ちしておりますのでぜひ筑波大学への受験を検討していただければと思います。はい、ではどううもありがとうございました